はい、こんにちは。今回は品詞の判断というテーマでやっていきます。じゃあ、実際ね、前に文章を書きました。これまず構造をとってね、正確に訳してみてください。どうぞ。今日は何を伝えたいかというと、実はね、皆さん文構造をとって読み進めていくっていう準備はね、だいぶできてきたかなと思うんですが、実はね、その構造をとっていくときにもう一つ大きな壁があるんですよ。で、それは何かというと、英単語それぞれのパーツで文は出来上がるんですが、そのパーツ、絶対一つの品詞、訳とは限りません。これどういうことかわかる？例えばね、この英単語、use、これ何て訳しますか？use は皆さんは使うというふうに今頭で訳しましたね。ただしこれはペンが来た場合は使うだけど、トイレが来た場合は借りるだし、あとはエネルギーなどが来た場合は消費するみたいに、これいっぱい訳し方そもそも変わりませんか？だからね、これ、使う、そして借りる、消費する、これ結局その文の中で判断していかないといけないんですけど、今さ、それそもそもI use みたいに、この use を動詞で使う体で考えてませんか？確かに I use ってこれを動詞で使うと動詞で訳すんだけど、これって例えば the use、 このように名詞で使うこともできますね。この場合だったら使うではなくて、これは使用とか、あとは用途とかみたいに、まあいろいろ訳し方変わるんですよ。だから見た目は一つなんだけど、その場で結局いろんな側面を持っていると、これ判断する力がすごく大事なんですね。じゃあ皆さんはこれどうしていったらいいかというと、結局まず英単語を覚えるときは全体のうちのあくまでも一つの役割だぞっていうふうな認識を持っておくこと、そして確かによく英文を覚えたりとかフレーズをセットでね、掴むことは早く読めるよけども、それが全てだと思ってしまうとうまく訳が合わないときは困るので、はい、結局どうやって使われてるか毎回ね判断していきましょう。まずこれ、This cell phone is で、で、of という前置詞が就職後で始まったからっていうことなんですが、じゃあ聞きましょう。of が、作る塊はどこまでになりますか？まず皆さんはこれ見た感じ、his needs っていう、これが一つの、名詞の塊に見えませんか？で、このように構造を取ってしまうと文章の動詞ありませんよね。わかる？動詞になる要素がないと。いや、これでは文型に当てはまっていないので正しく読めたとは言えません。じゃあこういった文章をどうやって考えるかっていうので、まあ、まず皆さんが思いつくことは、じゃあ動詞になるものを、動詞になるものを探してみようと。じゃあそれどれですか？はい、で考えていくと、まあ、need とか、まあ、fix は to の後だしなとかいろいろ考えますけど、まあ、確かにそういう発想も大事ね、構造がうまくいかないときにちゃんと構造に当てはめることも大事ですが、そもそも英語を読んでいくというのは文構造を取ることなんだけど、文構造を取るって形だけじゃなくて訳が合うかも確認しながら進めてね。どういうことか、ここからいきましょう。この携帯電話、これは合ってますね。だって構造的にも訳も合うでしょ。で、直後、これ彼の必要、意味合わないでしょ。ある。彼の必要の携帯って訳したらなんか一見いけそうだけど、彼の必要って何を必要としてるか分かんないでしょ。ですからここのつながりがおかしいんですよ。このように構造を取ったんだったらちゃんと訳が合うという前提で進めないと。だからここの部分の取り方がおかしいなってちゃんと気づいて修正できる知識が必要なんですね。はい、結論を言いましょう。ここです。 of his、 この前置詞の後ろに来たのは名詞なんですが、この his という単語は彼のものというふうに所有代名詞で使うことができますね。例えば I だったら I, my, me, my というふうに mine が所有代名詞にあたって、he の場合だったら he, his, him, his というふうに、この彼のものという、これが所有代名詞ね。はい、でこれで訳すと彼のこの携帯電話、彼が持っているこの携帯ね、これが needs to be fixed、 修理される必要がある、 as soon as possible、 できるだけすぐにねというふうに考えることができます。
ですからこれから構造を取るときには君たちが知っているなっていうものだけで見ていくのも大事なんだけど、それがおかしいなと思った場合は必ず文は前から後ろに構造が導かれています。だから前に来た構造とそして訳をきちんと考えた上で正しく文構造が取れているかを進めていくことがすごく大事になるので、今後これ実践してみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。